戦国時代とは、日本の歴史の中で応仁の乱から大坂の陣までの約150年間のことを言います。この時代には多くの武将が活躍しました。彼らの言葉には今でも多くの人々に感銘を与えるものがあります。黒田官兵衛、天下に最も大きは人なり、最も少なきも人なり。この名言は、人の力が最も大きく最も小さくなることを表しています。人は互いに協力すれば強くなり、争えば弱くなるということを言っています。官兵衛は人心を掌握することが重要だと考えていました。黒田官兵衛は豊臣秀吉の軍師として、竹中半兵衛と並んで天下人の参謀として知られる人物です。軍事的才能だけでなく、政治的外交的な手腕も優れていました。彼は多くの名言を残しています。